ジの娘は、ジョセフィン帝作の長編推理小説、グラント警部シリーズの一作で、1951年に発表された。悪名高い15世紀のイングランド王リチャード3世の犯罪を現代の警察官が探求する。帝は本書出版後間もなく没し,しており、本作が作者存命中に出版された遺作となった。 定の代表作と呼ばれる本作は、探偵役が歴史上の謎を解き明かす歴史ミステリーの名作として、またベッドディテクティブの公式的作品として知られる。日本語版の翻訳権は、早川書房が独占所有する。1954年に、紫敏郎役で、早川ミステリーから観光。1975年に、小泉紀美子役で、早川ミステリーから観光。 1977年に小泉分けで早川ミステリー文庫から刊行された。スコットランドヤードのアラン・グラント警部は犯人を追跡中に足を骨折して入院、ベッドから動けずに退屈を持て余していた。友人である女優のマータ・ハラードは歴史上のミステリーを探求すれば退屈が紛れるのではないかと提案する。グラントは人間の顔からその性格を見抜くことに自信を。 持っており、マータは何枚もの歴史上の人物の肖像画を持参する。その中の一枚、グラントの目には良心的で責任感のある人物として映った肖像画はイギリス史上の機体の悪王として悪名高いリチャード三世のものだった。シェイクスピアの戯曲にも描かれたリチャード三世はセムシで醜悪な要望を持ち、狡猾な策略で王位を散奪して、 二人の幼い、老い老を、ロンドン島に遊兵して殺害したとされる。だが、リチャード三世は世上広く語られるように、当の王子たちを殺害した、極悪人なのだろうかグラントは、友人たちの力を借り、医師や看護婦たちと会話しながら、グラントは、リチャード三世の生涯と彼にかけられた、当の王子殺しの容疑を調べ、推理を重ねていく。マータに引き合わされた、 大英博物館に席を置く、アメリカ合衆国出身の赤い歴史研究者、ブレント・キャラダインの助けを得たグラントは、数週間にわたって、資料を紐解き、犯罪捜査の方法をもって、推理を重ねる。グラントとキャラダインがたどり着いた結論は、リチャード3世の化け物や、セムシ男というルフされた、イメージともども、老いを殺害したという権利は、 リチャード3世を打倒したチューダー長によって不当に着せられたものであるというものであった。彼らは独自にたどり着いたこの歴史的発見を新説として発表しようともくろむ。だがこうした説はリカーディアンと呼ばれる歴史愛好家たちによって古くから提唱されていたものだった。タイトルの字の娘とは真実は時の娘というフレーズの一部であり、 字の娘とは、真実、真理を意味する。真実は、今日は隠されているかもしれないが、時間の経過によって明らかにされるという意味だと、されている。フランシス・ベーコンの、ノブム・オルガルムやメアリー・イ世セイの肖像が、メアリー・イ世セイの時代のコイン、レオナルド・ダ・ヴィンチの残したメモなど、様々なところに見受けられるフレーズである。もちろん、この小説の冒頭にも引用がある。この、 地の娘というフレーズが登場する古い記述はアウルス・ゲッリウスが紀元前に世紀に表したアッティカヤーの12巻11章においてである。ペレグリノスという哲学者がソポクレスの何も隠そうとしてはならない。時はすべてを聞くものにしてすべてを白日に晒すからという詩の一節を口ずさむという形で登場する。またアウルス・ゲッリウスは同じ章において 今となっては、名前が記憶から抜け落ちてしまった、別の古い詩人が、真実を時の娘と呼んだと記述している。この小説は、歴史がいかにして作られるのかを探求し、確かな証拠がないにもかかわらず、あたかも真実のように、受け入れられている、神話についても述べている。巨大な、神話の作られ方を理解するグラントは、リチャード3世の場合にも勝者であるチューダー長によって、 記された虚構が歴史として現在もルフしているのだという答えを導き出す。この小説は様々な歴史序述のあり方をなぞりパスティーシュしている。グラントの調査は子供向けの歴史物語の本に始まって一般向けの様々な歴史書に移り学術的なパナー歴史体系、基本文献として使われてきたトマスモアのリチャード三世伝に至る。またグラントは リチャード3世の母、セシリー・ネイビルを主人公とした小説、レイビーのバラザ・ローズ・オブ・レイビーを読む。著者は作中で一般的に広く知られ、事実として信じられてはいるが真相は異なる歴史的な神話について研究している。例えば1910年にウェールズのトニー・パン・ディで軍隊が民衆に発砲したという事件やボストン大虐殺事件、 スコットランドのカベナンターの殉教、スコットランド女王、メアリーの悲劇的な生涯などである。作中でグラントは、トニー・パンディという言葉を、広く信じられている、歴史的な神話、当事者が虚構と知りながら、意図的に留不され、信じられるようになった義士の代名詞として用いており、リチャード三世紀の生涯も、またこれに当たると述べている。これは、歴史に対する不正義が、 人々の感情に訴えかける物語によって助長されていることに対する著者、帝の嫌悪や不信を反映したもので、帝の他の作品にも動詞の表明が見られる。帝は人間の要望にその性格についての有効で信頼できる手がかりが現れるという人相学によった作品を表している。この作品でも主人公グラントが証拠を求める知的な調査を 始めるきっかけとなったのも、リチャードの肖像が殺人者の顔には見えないという、グラントの革新である。リチャード3世の肖像が王室コレクションにある16世紀初頭の肖像画から、16世紀後半に模写されたものである。字の娘では、このバージョンのコピーが、グラントのベッドサイドに置かれている。本作品は、リチャード3世の汚名をすすいで、名誉回復を図ろうとする。 リカーディアンと呼ばれる歴史愛好家たちの著作の流れを組むものである。本作品で展開されている定の論は、1906年に刊行されたクレメンツ・マーカムのリチャード3、ヒズ・ライフ・キャラクター、リベド・イン・ザ・ライト・オブ・リーセント・リサーチを下敷きにしている。本作品で中心的に扱われるのは、当の王子たちの命運である。リチャード三世の兄である。 エドワード4世の子、エドワード5世とリチャードは、リチャード3世によって、ロンドン島に遊兵され、その後行方不明になった。彼らは、リチャード3世によって暗殺された、というのが広く語られてきた事柄である。この作品では、リチャード3世が、島の王子たちを殺害したという権利について、根拠がないと否定している。この作品で展開される、 リチャード3世用語論の主要論点は以下の通り。作中でグラントとキャラダインはリチャード3世の即位に反対があったということには証拠がないとしている。リチャード3世の存命中にリチャード3世が2人の王子を殺害したという噂があったことは確認しているが噂は広く広がっていたものではなく黒いランドの年代記とフランスの大倉大臣の発言が元となったもので 大元の出所は、ジョン・モートンであったとしている。モートンは、リチャード三世の反対派に属した聖職者で、チューダーアーサでは、カンタベリー大主教、大法官に栄達した。作中で、グラントとキャラダインは、著名なトマス・モアが書いたとされている。リチャード三世伝は、実は、ジョン・モートンによって書かれたものであるとしている。作中で、グラントとキャラダインは、二人の王子は、 リチャード3世の知性の間は存命であったが、ヘンリー7世によって殺害されたと結論付けている。歴史作家のアリソン・ウェアは、帝の論のいくつかの欠陥や、当時未発見であったために、帝が参照できなかった資料を提示している。例えば、ドミニク・マンチーニがイングランド滞在中に残した記録である。マンチーニによる記録は、リチャードによるに王子殺害の噂は、 当時なかったという体の主張の反証となり得る。この作品が出版された際に、アントニー・バウチャーはこの作品を、推理小説分野において、長く古典とされる作品。今年最も優れた作品ではなく、時を超えて優れた作品の一つと称えた。また、ドローシー・ B ・ヒューズは、今年の最も重要な作品の一つというだけでなく、ミステリー史上に残る作品と評している。 この小説は英国推理作家協会が1990年に発表した史上最高の推理小説100冊の第一位に選ばれた。ウィンストン・チャーチルはその著作ヒストリー・オブ・ザ・イングリッシュ、スピーキング・ピープルズの中でリチャードが当の王子たちを殺害したと信じているとしながら歴史に関する論争を提起する独創的な書籍が多く出ていると述べている。アラン・ラスケルズ日は チャーチルとこの本について議論したことを書き残しており、おそらくはその7年前に出版された、テーのこの小説が念頭に置かれている。2012年にピーター・ヒッチェンスは、字の娘について、これまで書かれてきた中で最も重要な本の一つと表している。ガイエム・タウンゼンドの推理小説2プルーブ、A ・ビランは、同じテーマを扱っているが、テーの主張について、 絶望的な門外観で、クレメンツ・マーカムからの引用の奴隷になっており信用しがたいと強烈な批判を加えている。ジュリアン・シモンズは、ブラッティ・マーダにおいて、ブレント・キャラダインが資料探索の終わりになって、初めて過去のリチャード三世無罪論を見つける、という不自然さを批判している。ありがとうございます。